スケッチブック中学生中学生で今描いた。え、すごいじゃん。物持ちいいね。本当に。だって私、カッコの、なんだろう、思い出が全部いいでしょ。何事もないです。なんか、すごい手動物になった。なんか、ちょっと前に、こうなんか、出すと、生まれてきたのに食べたい。すごい知らないかった。なんか、私らが、お父さんが悪いと思う。分かったのかな、なんかね、すごいなんか、今はね、この辺にちょうどいいと出てるから、若い時すごいなんか気ぃ使いなくなった。始まると爆音で絶対聞こえないから、今のうちに注文こっちでもいい。白ワインとウーロン茶。ウーロン茶は冷たくて大丈夫。またないと。本当だな。やっぱ手の角度になっても、このスピーカーしたの。セカンドセットはなんと女子高生トランペッター塚本ややちゃんを迎え、僕もスリーパートで共演していただきます。トランペッター塚本やや、じゃあ行きましょう。
Thank you.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 
ボイス、田中美香、
サーバスのボイス、友田、チーさん、サービス、鈴木浩二でした。ありがとうございました。サービス、鈴木浩二でした。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね。最初になんか言ったやつを読んでもいいですかね。どうぞ。ライブがうまくいった場合だけ読むという。本当ですか。どれだっけ。こうかな。セルマンサックスが。よいしょ。これはさっき読んだやつ。はい。これは最後に読むやつなので。ごめんなさい、あのですね、日本語がですね、最近場合によってはうまく喋られないので事前に MC を考えるという方法を今回取っております。それでは、本当に、ひどい話ですが、鈴木さん、コスモスリポートの皆さん、本当にありがとうございました。このような形で鈴木さんと鈴木さんのバンドを皆さんに紹介することができ、本当に本当に良かったです。今日僕がコスモスリポートの皆さんに会うのは実は結構久しぶりで、前に会った場所はパリでした。このバンドで日本のバンドや、アーティストが7組くらいでまとまって各地を回るような形の小さな音楽フェスに日本人バンドの一つとして参加して12日間で10公演くらいを行うという機会があって、パリのライブハウスや学校で子供の前で演奏したり、総公演という信じられないくらい大きな公演で、そこでは自分たちで客を集めて演奏したり、今思い返してみても本当にそんなことがあったのかと自分を疑ってしまうくらいおかしな旅行でした。2年前の冬です。初めてコスモスリポートのライブに呼ばれてから、実はもうそんなにお世話になっています。今日この話をするために年表みたいにして、最近のことを書き出したんですが、2年前の春にですね、僕の手は血だらけになって指も曲がらなくなり、ライブのお仕事を全て断ることになりました。体を動かすだけで切れてしまうほど全身が皮膚病に侵されていたので、ひたすら実家のベッドで寝ていました。当時28歳でしたが、一仕事を終えたなと思いながら、スマートフォンもいじれず、もちろんストレスの原因だった音楽も聴かず、天井を眺めてゆっくりといろいろなことを考えていました。思えば3年前の春に演奏活動をしながら大学の単位を取り終え、すでに失いかけていた音楽への情熱を引きずりながら、ここにいらっしゃると思ったんですがね、アドバイザーとして雇っていた菅根拓という男に自分の活動はほとんど任せきっていて、その男が10年付き合った彼女に振られてすっかり落ち込んで働かなくなっていたので、まず活動資金が必要だと、バイク便でバイトを始めたのが大学卒業の半年後で、なぜかそのバイト代で発泡酒を買い、事務所と呼んでいたそちらにいらっしゃる近藤さんの家に持って行き、高層マンションでつつましやかに酒を飲むというわけのわからない生活が続き、おそらく当時はそこにいた男たちみんながそれを正しいことだと思ってやっていたに違いないのですが、
さまざまな矛盾をため込むように、僕の体はもともと持病だったアトピーが、バイク便の雨風、場合によっては雪で凍って張り付く手袋に文字通り引きちぎられ、最終的には体温計で測るといつも微熱というところまでに悪化し、なぜかその状態で大して勝ってほしくもないそこにいる政治家のビラをポスティングしまくり、ポストに引っかかり血に染まった手袋を母親に洗ってもらう僕の何修行は最終局面を迎え、ついに立ち上がる気力を失ったのでありました。その後療養中、寝たきりの姿勢が続いた後、ぎっくり腰にもなり、もう僕の気持ちは老後でした。しかし直してまたピアノをやろうとは思っていました。その療養中も菊池清さんから受け継いだフリーセッションだけを何かの祈りだと思って続けつつ、その間兄に誘われたここにメンバーがもういらっしゃらないんですが、エニシというバンドもやはり続くことはなく、少し兄とも不仲になり、それから半年が経ち、その頃フリーセッションにお客として来てくれた鈴木さんにコスモスリポートに誘われ、手も治ってきたし受けてみようと決めたくらいに、その事務所で僕の誕生パーティーと称し行ったライブを行う過程と、そしてそれを終えたところで、それまで溜め込んでいた自分のエネルギーが治りかけの肉体を破裂させるかのごとく、僕は完全に気が狂ってしまいました。友人の涙をきっかけに少し正気に戻った僕は、スガメタクという男の契約を切りました。そしてそれからピアニストであることをやめました。そしてまたピアノをやるにしろやらないにしろ、圧倒的な体力をつけなければ人様に迷惑をかけてしまうと、ボクシングを始め、友人の紹介で日中そちらにいらっしゃる坂井良平君なんですが、友人の紹介で日中たくさん出歩く仕事を始めました。気づいたら1年半毎朝ランニングを始めてからは半年が経って、そこでコスモスリポートに日野さんを誘ってパリに行きました。アドバイザーのタックさんと別れ、お客が6、7人ほどのここで行った小さな引退ライブ、2015年の冬に幼い頃からずっと音楽で一緒に遊んでいた高橋誠という男が来てくれて、その奥さんにその時黙ってただピアノを弾いていればいいのにと言われましたが、コスモスリポートのパリが終わって単身シュトゥットガルトからミュンヘンへ行き、セッションでピアノを弾き倒した後、パリで買った寝袋で野宿をした後、オーストリアへ向かい歩いていた中で、日本に帰らなくてはとふと思い、これからはそうだ、黙ってピアノを弾こう。その言葉がようやく体になって、そしてやっとこうして皆さんの前に顔を出すことができました。そしてそんなチューブラリンの状態だった僕を1年半以上も、今日まで受け入れ続けてくれたのがこの鈴木さんのバンドなんです。そして、自分の中でもこれまで作ってきた音楽の型が日々練習もしなくなり失われていく中で、型のない音楽をやり続けたことは自分にとってとても大きなことでした。何より楽しかった、だから皆さんに見せたかったんです。すごい、それではコスモスリポートの皆さんと乾杯をしたいんですが、鈴木さんによければ乾杯の音頭を
取っていただきたいな。ビールがないよ。ビールをいただいても、ひなおさんは何を飲みますか。ひなお、ひないない帰ったよ。ベースあるか、ベースあるから。本当だ。あ、僕はあの車なんで、ベースでいいです。あ、すいません、あの、こちらのパックください。ビール、ビール。あのお越しくださいましてありがとうございました。渡辺亮君のカムバックを祝って乾杯したいと思います。渡辺亮君、これからも頑張ってください。コスモスリポートにもあの貢献してください。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。そのセッションの開始を宣伝したのか。まあ、セッションあのこの後セッションを始めます。楽器をお持ちの方はぜひ参加してください。いいね、ミュージックがないから怖い。なんか弾く。まずドラムの方はお見えでしょうか。ドラムやりたい人。はい、ありました。お願いします。ありがとうございました。